ございます、本日は4月30日平成最後のゴールデンウィークというところで、今から、奈良県奈良市の奈良町のカフェとかその辺に行きたいなと思います。でゴールデンウィークのお出かけは、今日が初めてで、昨日一昨日その前と家でゆっくりする感じだったんで、夫婦のお出かけ初のお出かけですが、今年のゴールデンウィークはちょっと天気が悪かったんでどうかなと思いましたが、ちょっと今日はちょっとマシになってきたのかもしれないです。で奈良町に行って、カフェそしてデザートを食べて帰ってきたら、本日が8時から YouTube ライブがありますので、そこに向けて帰ってきたいなと思います。では、行きたいなと思います。レッツゴー。はい、それではですね、あれから JR 奈良駅から10分15分ぐらい歩いて奈良町大通りまで来ました。でまずはですね、ちょうど今が1時ぐらいなんで、今からはお蕎麦を食べに行きたいなと思います。蕎麦源っていうところに評価が非常に高くて 3.8 ぐらいあるので楽しみにして、でその後食べ歩きをして、で今日は奈良を感じて帰ろうかなというところでございます。ここはちょっと歩いてるだけでも楽しいもんな。うん、またそんなにか。まだそんな。中華街が小さい。そうか。いや、もうちょっと歩いて蕎麦屋に行きたいなと思います。かしわ餅ってたまに給食で出てくるよな。出てくる。初めてなのでデートしたところに来て平成最後。ああ、そうやな、すごいね。そうそう、初めてのデートが陶芸行ってな、うん、奈良でのデートがね、うん、陶芸行って、でそっから戸塚行ってんな。そうそう、そのなんか湯飲みっていうかやつあるもんな。なるほど、残念ながら品切れでした。飯はどうするかやな。ここぜひ行ってみたいな。ご飯屋さんじゃないよ、だからここ。じゃあここ。あ、ここね。今、う、度、ん、ここよっか、普通の日に、うん、もう名前からしませんもんな、源って。視聴者の方に服装どんなんか毎回やってくださいって言われたんで言っときます。これはですね、ノースフェイスっていうアイスブレーカーのカーディガンに、これはアダムエロくんの自宅かな。脱いでみて。え、脱いで上ちょろっと。いやいやいらん、いやらしいよ。ほんでパンツがナイジェル・ケーボンのパンツにバンズっていう、こういう、まあ名前をつけるなら大人カフェデートスタイル。そろそろですね、ご飯食べてないので、嫁蔵がですね、眉間に芝居が寄ってきましたね。飯食ってへんから、そろそろ眉間に芝居寄ってきたなって言ってん。そうやろ。なので、え、うん、ゴールデンウィークやからかな。ゴールデンウィークこそ書き入れ時やってなんか言ってたじゃん。いや、そんな言ってないけど、俺は言ってたじゃん、やられるよって。え、言ってたじゃん。いつ休まへんやん、ゴールデンウィークやって書き入れ時やって言ってたじゃん。言ってたわね。いや、俺多分大阪来だして大阪に染まったから、ね、奈良の時思い出してた。 そうやったわ。大型連休は休んもんやったわ。だからちょっとさ、酒でも入れようよ、どうせなら。まだ人生の5分の1も大阪にいないと思う。俺？でももう言うて何年？ 4 年ぐらいおるからな。4年やっけ？ 4 年やっけ？おう！あんまりやっとジビールに
これでやっちゃいます。これは奈良の柚子酒、いただきます。うわ、ソニー高原、ソニー高原ビール平成の名声、名水100点認定。最後です、今日が最後です。はい、それでは行ってきました。ご飯も食べてないのに酒飲んでやっとエンジン回ってきたな。なんていいの。はい、それではですね、昼ご飯は、なんか奈良町でも有名なかなかなっていうところに行きたいなと思います。いや、結局ですね、あのかなかながまだ今から14組くらい待ってるので、その間にあのまだブラブラしたいなと思います。ほら、足元の相棒を探しませんか。探しに行きます。和田かかんちゃん、いや、洒落てましたね。いや、ほんま食べ物が興味湧くもんな。あとなんか赤ちゃんのさ、オーダーの革靴な、木箱に入ったやつな、うん、あれプレゼント持ってこいやな。なのであのぜひあの出産祝いとかでこう何か渡したい方がいらっしゃったら、1万5000円ぐらいだったっけ。1万5000円プラス税。例えば3人とかでな、一緒に5000円ずつ出してとかな。ああ、いいね、うん、で木箱入ってるしな、うん、でそれが派遣区になった時には次あのインテリアで飾るらしいんで。シャレてるんだ。シャレてるな。こういうか、奈良の食材を使い少しでも奈良を楽しんでいただきたいやって。マルゲリータとか入れるやん。君あんまマルゲリータ好きじゃない。ごちそうさまでした。行ってきました。これは何ていうところやったっけな。ここに行ってきました。聖ボビアンコ。ピザ&チェルボ。チェルボビアンコ。うわあ。うわ、お茶、お抹茶ガトーだって。あ、これ食べたかった。ミスった。豆大福もある。しかもこれ。数量限定って書いてるんで。じゃあもうないわ。ないないよ。一回見に行く。すいません、あの抹茶ガトーとドリンクのケーキセットってまだあるんですか。あれ、あります、あります。そうなんですね。これはお抹茶ガトーです。お抹茶ガトーどうですか。しかも数量限定やで。ね、でもこの時間にもあるから結構あるんじゃないか。数量、いただきます。これ前もやったのに学習能力ないな。やべえ、腕つかまれた。では、4時半なのでそろそろぼちぼち帰りたいなと思います。今からなんかイベントブースであの外国人に向けてイチゴとか売ってたのを売ってるんですけど、まあ、それを食べて、でその後、書道をやってるのでそこで令和と書きたいなと思います。嫁蔵とどっちが字がうまいか勝負です。ではまずイチゴからどうぞ。Problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye. 年号を発表したいと思います。令和です。可愛らしいな。本当。そしたらこれを、見ていただいている視聴者の方にプレゼントしますか。ねえ、それも限定で2名様だけですけど。はい、ということでですね、あの無事書道も終わって、あの書道の写真を見てもらいましょう。こちらです。じゃん。
という感じなので、あとはもう無事帰りたいなと思います。平成最後の動画はこんな感じでしたが、次回また令和でお会いしましょう。ではさようなら。